はい、鳥取市のハンコ屋いろは堂です。本日は入園入学の必需品、お名前スタンプお名前ちゃんを紹介したいと思います。これから幼稚園へ入園されるお子様、そして小学校へ入学されるお子様をお持ちの親御さんは、上履きであったりノートであったり、クレヨンやおはじき、タオルやのり、こういったものにね、一個一個お名前を書かないといけないと思うんですが、特にこの算数セットのおはじきや、数数え棒ですね、こういった細かいものに一個一個お名前を書いていくというのはとても大変な作業だと思います。そこでおすすめするのがこちらの、お名前スタンプお名前ちゃんですね。こちらのセットはですね、大きいものから小さいものまで、いろいろなサイズのお名前ゴム印を、ご用意しております。そしてこちらがですね、布用のスタンプ台バーサクラフトという商品になるんですが、ハンカチやタオルなんかですね、そういった布製品に対して、ゴム印を押していただいて、乾いた後アイロンをかけますと洗濯をしても、お名前が落ちないといった商品になります。そして、こちらが、どこでもスタンプですね。プラスチック製品であったり金属製品、おはじきであったりハサミなんかですね、滑りやすいツルツルしたものにゴム印を押すためのスタンプです。はい、そして最後がこちらのスタンプスケール、スタンプ用の定規ですね。こちらをゴム印を押したい部分に置いていただいて、こちらに沿って場所を決めていただいて押していただくと綺麗に押せるという、そういった商品になります。はい、これらすべてをセットにしたフルセット18本セットですね、こちらのセットが7875円、スタンダード12本セットというのが、5250円、漢字はいらないよと、ひらがなのみでいいよという方はこちら3990円のセットもございます。台着ですね、この持ち手のお色ですがピンク、ブルーの2色からお選びいただけます。その他ゴム印の部分だけでいいよという方にはゴム印だけでもご用意すること可能です。鳥取市で入園入学の必需品、お名前スタンプお探しでしたら、ぜひいろは堂にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。